どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイス2やっていきたいと思います。で、今回は、スキルレベル、キャラのスキルレベルと、カグラさんの性能について、ざっくり紹介していきたいと思います。まあ、やることもあんまないんで。で、まず、スキルレベルについてなんですけど、まあ、知らない方もいると思うんで、ざっくり紹介していきたいと思います。で、まずスキル強化のボタンを押してもらうとわかるんですけど、レベルが60のキャラはマックススキルレベルが13ですね。現在地見て、現在地じゃないな、現在のレベル13ということで、レベル60まで上がると最大でスキルレベルが13まで上がります。で、ただこの英雄の画面ですね、英雄の画面で見るとわかるんですけど、これスキルレベル18になってますよね。うん、13しかないんですけど、18になってます。で、5個上がってますよね。で、このレベル5個分はどこで上がってるのかということなんですけど、まずアリーナの報酬でもらえる、ベルトですね。で、レジェンド隊にいるとレジェンドベルトというのがもらえます。そうするとこのオプション効果に書かれてるんですけど、すべてのスキルレベルが2上昇すると。なんで、元々の13から2足されて15になると。で、残り3つ上がってるんですけど、で、マスタリーですね、1つ目は。で、まずマスタリーの、レベル60、ここでスキルレベルが1上昇します。さらにレベル80、ここでスキルレベルが1上昇します。なんで、これでさらに2上がって、スキルレベルが17まで上がります。で、最後ですね、ギルドマスタリーですね、ギルドマスタリーの、レベル50ですね。レベル50までギルドマスタリー解放されていると、さらにスキルのレベルが1上昇しますということで、だから元々のレベル13から今のでプラス5されて、レベルが18になっているという感じになってます。なんで、スキルレベルって今、マックス最大で、これ右押してもらうとわかるんですけど、マックス20なんですよね。なんで、このマックスを達成しようとした場合ですね、傭兵団長の装備。傭兵団長の装備を3セットつけると、マックスのレベル20に到達しますね。なんで5セットつけると、ちょっと過剰になっちゃいますね。うん、レベル60のキャラであれば。うん、レベルが、55のキャラであれば5セット必要になりますね。うん、レベルが5上がるごとにスキルレベルが1上昇するんで、うん、レベル55での方であれば、のキャラであれば、スキルレベル3上昇させる必要があるんで5セット、レベルがマックスレベル60のキャラであれば、3セットですねつければ、マックスのスキルレベルに到達するという感じになってます。うん、というわけで前置きはさておいて、カグラさんの性能ですねを確認していきたいと思います。で、最近結構カグラさん私使ってるんでちょっと紹介していきたいと思います。で、まずパッシブスキル、封印の結界、まずこのスキル優秀ですね。 PVP フィールドで全ての万能型の敵に受けるダメージ上昇効果を与えますと。今、スキルレベル18ですけど、まあ、傭兵団長でもちろん3セットつければレベル20に到達するんですけど、レベル18で、読んでいきますけど、対象が受けるダメージが 32.4% 上昇しますということで、かなりのバフになってますね。うん、で、特に、アリーナだと、ちょっと前まで使われてる時期もあったんですけど、今はちょっと環境が違うんでなかなか使うことがないと思うんですけど、試練の迷宮ですね、試練の迷宮の方で、万能型が出てくる敵のところで結構使い道がありますね。うん、で、今回のステージ15、試練のステージ15でも、私はカグラさんを編成していきましたね。この効果がやっぱでかいと思ったので。うん、そして、アクティブスキル風魔の剣、対象中心に円形範囲にいるすべての対象に攻撃力のダメージを与え、100% の確率で攻撃力減少効果を与えます。
追加で自分に最大 HP の、解除不可能なシールド効果を与えますということで、15秒間攻撃力が 25.7% 減少します。敵の攻撃力を落とすことができます。そして自分にはシールドを展開すると、まあ、ちょっと防御性能ですね、うん、があると、そしてアクティブ、これがまあ一番強いですね。集中の祈り、味方全員の HP を回復させ、クリティカルダメージ上昇効果を与えますということで、このクリティカルダメージが、71% 上昇しますと、かなりのでかいバフですね、うん、そしてアクティブスキル、味方全員に攻撃速度上昇効果を与え、攻撃力が最も高い対象にダメージ免疫効果を与えます。で、この攻撃速度上昇が、38.2% 上昇します。かなり高い値ですね。うん。そしてこれがまた優秀なんですよね。ダメージ免疫。攻撃力が最も高い対象にダメージ免疫効果を与えます。ということで、この効果ですね。今回私、試練の迷宮の、ステージ15で、あ、ちょっと編成変わっちゃってんな、これ。ちょっと変わっちゃってるんですけど、この編成でステージ15行ったんですけど、で、まあ、ヘンリーとカグラさんは、まあ、固定というか、まあ、固定で行ったんですけど、あ、これ、傭兵団長5セットついてますね。うん、過剰ですね。うん、で、この、エースさんと、セインさんを使ったんですけど、このアタッカー枠として、まあ、例えばなんですけど、エース以外のアタッカー使った場合、まあ、これ、一番火力の高いアタッカーはセインで考えると、まあ、セインさんにはダメージ免疫が貼られるんですよね、カグラさんの。攻撃力が最も高い味方に対してダメージ免疫が貼られると。ただ、まあ、例えばここを、まあ、デロンズでも何でもいいんですけど、まあ、最初私タカさん使おうかと思ったんですけど、タカとかにした場合ですね、セインさんにはダメージ免疫貼られるんですけど、タカさんに対してはダメージ免疫貼られないんで、タカさんはちょっとやっぱ落ちやすいんですよね。うん。一人にしかダメージ免疫貼らないんで。なんで、やっぱりタカさんはどうしても落ちやすいということで、今回ステージ15の方は、耐久力のある神話エースを1体入れてるという感じでいきましたね。うん。なんでこれも非常に優秀なスキル。うん。攻撃力が最も高い対象にダメージ免疫効果を与えますと。うん。で、12秒間ダメージに対する免疫を与えると。そして究極技ですね。味方全員にネガティブバフ解除効果を与え、攻撃力が最も高い対象の HP を、回復させ、追加で PVP フィールドで究極技ゲージ上昇効果を与えますと。で、究極技ゲージが 81% 上昇しますということで、こちらも優秀ですね。うん。なんで、試練の迷宮で、かなり有効なスキルに、究極技スキルになってますね、これも。で、こういった性能から、もちろん迷宮でも使うんですけど、ギルドレードでも使ってますね。で、ギルドレードの場合は、PVP フィールド扱いではないんで、まずこの封印の結界、PVP フィールドで万能型の敵に受けるダメージ上昇効果。この効果ないですね。つかないです。そして究極技、ネガティブバフ解除効果と HP を回復する効果まではつくんですけど、究極技ゲージ上昇効果。この効果もつかないです。つかないんですけど、やっぱりこのアクティブスキル、クリダメが 71% 上昇する。さらに、攻撃速度が 38% 上昇します。そしてアクティブスキルで、ね、敵の攻撃力を落とすことができる。この3つのスキル、アクティブスキルがかなり優秀なんで、
ギルドレードの、光量とした点ですね、こちらで、かなり使いやすいという感じになってますね。うん、じゃあこの神楽さんですね、どういった装備をするのがいいのかということなんですけど、まあ考え方は2つあるんですけど、まずやっぱスキルレベルですね。スキルレベルが、2個、最大まで2個足りないということで、まあ今の時点だとスキルレベルが18ですよね。18なんで、もう2つ上げるために傭兵団長を3セットつける。っていう手がありますね。それと、あとこのクールタイムですね。うん。まあ一番重要なクールタイムはやっぱりこの集中の祈り。クリティカルダメージが 71% 上昇するんですけど、この上昇してる時間ですね、15秒間と結構短いです。でクールタイムが、これちょっとサレオスのセット効果つけてるんで、23秒まで落ちてるんですけど、長いですね、うん、なんであとこっちもですね、こっちはそこまで多分長くないんですけど、攻撃速度上昇の効果時間が25秒、で、クールタイムが28秒ということで、まあ、やっぱりこのクールタイムですね。クールタイムを短くするために、サレオスを5セットつけてますね、私は。うん。で、時間加速を3セットつけて、エースを1つ。うん。ここは、今回新しく出た、クリスですかね。クリスの、耳飾りみたいなやつ忘れちゃいましたけど、あれが結構有効な気はしますけど持ってないんで、うん、なんであれが来たら、ここを傭兵団長3セットつけるのもありかもしれないですね。うん、といった感じですね。神楽さん、うん、なかなかピンポイントで刺さるキャラだと思うんで、まだ育ててない方は育ててみるのもいいんじゃないかなと思います。うん、まあ余裕があればですね。うん、とりあえずギルドレードの、荒涼とした庭園と、試練の迷宮ですね。試練の迷宮の万能型が出てくるようなところ、うん、で結構有効だと思います。うん、今回ステージ15も万能型一体だったんですけど、あと、まあ、私はステージ10ですね。10の方も、万能型が多いということで、万能型2体いるんですよね。ルディさんと、クリスということで、こちらも、神楽さんですね。神楽さんを編成していきましたね。うん。まあ、ここはちょっと、神楽さんが狙われるというので、狙われるということがあって、アバランチ装備にはしてるんですけど、うん。まあ、というわけで、神楽さん、なかなか優秀な、支援型の中でも優秀なキャラにはなっていると思うんで、まあ、余裕があったら育てて、使ってあげてください。うん。可愛いんでね。というわけで、短いんですけど、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。